梅宮達夫は日本の俳優、タレント、司会者、実業家。身長174センチメートル、血液型 A 型。本名は梅宮達夫。所属事務所は株式会社グッデー。娘はモデルタレントの梅宮アンナ。愛称は達兄、達ちゃん。東映ニューフェイスご期生としてデビュー。飲食事業の経営やバラエティ番組にも進出。 料理の腕前や軽妙なトーク、体を張ったコントや夫婦揃っての共演、家庭の様子が、たびたび紹介されていた。梅の宮の先祖は、福島藍津若松の城下で、梅宮屋の名前でタバコを売っていた。梅の宮の祖父、達次郎が、陸軍士官学校卒業後実路戦争に従軍。妻ともに、満州、法天に移住。達次郎は、関東軍参謀。 板垣聖志郎とも婚姻の中で、祖父の葬儀では板垣が長文を読んだ。達次郎の次男で、父の次郎は、同地で生まれ、満州医科大学を卒業し医師となった後、満州国春便特別市で、満鉄病院に勤務していた。梅の宮のほか、弟と妹それぞれ二人ずつおり、五人兄弟である。一家は、その後、次郎の移動により、 海原市に移住、同地で太平洋戦争終戦を迎え、1946年に他の引上げ者らと共に、品の丸で博多港に帰国。満州から帰国して、半年後に茨城県水都市の病院に職を見つけた父と共に、一家で移住。小学校、中学校は1クラスだったが、小学4年から中学3年までの6年間はずっと番長で、 生徒会長にもなり、女生徒からも人気があったという。茨城弁は、鉛がきつくて嫌いで、水戸時代も茨城弁は、一切使わず、東京弁で通した。茨城大学教育学部附属アタゴ中学校では、陸上競技をしていた。同校の後輩には、ジャーナリストで評論家の立花、隆がおり、立花とは後年、テレビ番組の企画で共演している。 水戸移転から10年後、高校から近くに親戚のいた品川区、戸越銀座へ移住する。戸越銀座移転後、実家は内科、小児科を診療科目とする梅宮医院を開業。達夫は後継ぎとして期待されていたが、早稲田高等学校を経て医学部を受験するも、不合格となったため、浪人するのが嫌で、日本大学法学部に入学。 早稲田高校時代に剣道部を創設し、喧嘩三昧。高校までは、後派で、大学2年までは童貞だったという。筆おろしの相手は、キャダレーのホステスで、銀座三丁目の寿司屋、江戸常で逆難された。大学在学中、日東坊で、モデルのアルバイトなどもしていて、その、江戸常の芸から、東映ーフェース試験を進められ、1958年、 東映ニューフェイス5期生に合格。当時はまだ映画は、娯楽の王様で、応募者は3万3000人超。五次試験まであり、合格者は21人。同期には、八代ロ・マチコ、王、ライン・ホー、高島・慎太郎、小島一郎、滝川淳がいる。役者になった目的は、いい女を抱くこと、いい酒を飲むこと、いい車に乗ること、 綺麗な海が見える一等地に家を構えることの四つ。東映へ入社し、翌年映画、少年探偵団的は、原始線校長シリーズで主演デビュー。新人時代は他に、優勢王子と子供向けヒーロー映画に主演していた。東映が全力で売り出していた、畑真嗣が1960年、デビューから4作目で休止し、若手の主演級スターがいなくなり、プロデューサー。 監督ら幹部クラスで、旗に代わるスターの選考が行われた。ここで大半が押したのは、亀石誠一郎だったが、岡田茂プロデューサーが、亀石あいつは暗くてダメだ。梅宮がいい。あいつは、仰げばどんどん上がる。ああいう奴が人気が出るんだと鶴の一声を発し、梅宮が、東映東京撮影所の次世代スターとして売り出される、ことになった。 役者として4つの目標を掲げたが、脇役が長く続くようなら、役者家業は見切りをつけるつもりだったという。初主演作、やられてたまるかがヒットしたため、デビュー作だった、三田よし子とゴールデンコンビを組み、十数本のコンビ作が量産される。しかしお互いが異性としては嫌いなタイプで、三田が、東映上層部に共演拒否を申し出て、コンビ解消。以後、 1964年の暗黒外洋通りまではアクション映画や人気映画で硬派な役柄で活躍していたが、だんだん私生活が派手になっていく梅宮を見て、岡田プロデューサーが梅の宮の私生活に近いプレイボーイ、女を泣かす役柄を当てた。これが1965年の紐に始まる夜の青春シリーズで、岡田は、 梅宮を着流し人気路線の裏番組のエースとして起用し続けた。ここから男を泣かせる、鶴田女を泣かせる梅の宮の名ジャックが生まれた。これが同じ岡田プロデュースによる1968年からの不良番長シリーズに至る。不良番長役は自分でも俺のために用意された役だ。まさに俺にしかできない役だと大喜びで、がぜやる気も増して、こうなったら、 東映東京は俺一人で背負って立つという自覚も芽生えた。1960年代半ば以降は、東映京都撮影所で人気映画が量産されたため、東映東京の看板スターだった鶴田浩二と高倉健が東映京都に行くことが多くなり、必然的に梅宮が東映東京の看板スターとなった。このため女性からのモテ方は、 今の芸能人の日ではなかったと話している。東映入社後から十数年間は、毎日のように、銀座のクラブに通った一番通ったのは、東映ニューフェイスの一年先輩、山口陽子が経営していた、姫で、他に、田村淳子の、クラブ淳子、クラブ舞子、エスポワールなどによく通った。銀座はお姉ちゃんをナンパする場所と決めていたから、お姉ちゃんを口説くのに邪魔になるため、 俳優仲間とは、つるんでいかず、一人で行った。席に座れば、一般客そっちの家で、ホステスが梅の宮に集まり取り合いをしたという。不良番長シリーズは、最初の数本こそ、シリアスタッチだったものの、梅の宮を軸にした集団コメディの色彩は、回を重ねるごとに強くなり、後に、講に名優となる、山城慎吾が、コメディリリーフとして加わってからは、 ますます破壊的なギャグが繰り出され、計16作が公開された。梅宮は、皆さんの中で、役者、梅宮達夫は、仁義なき戦いの印象が強いかもしれないけど、僕の真髄は不良と女たらしを兼ねた、不良番長シリーズなんですよ、と述べ、自身の代表作としている。続いて、主演の、夜の歌謡シリーズ、さらに1970年代からは、 帝王シリーズなどを成功させた。1972年、自身が経営する、事務所、梅宮企画倒産などによる多額の借金で窮地に立たされるが、クラウディア・ビクトリアと再婚、同年にはアンナが誕生した。1973年からは、仁義なき戦いや安藤を登る主演の、東映実録路線で、貫禄10分の独特の存在を醸し出した。 同映画の監督、深作金次とは、同郷という縁もあった。付き合いのあった、山本健一のモデルを演じた、仁義なき戦い頂上作戦が公開された1974年、36歳の時癌にかかり、抗がん腫瘍の診断を受けた。半年後、癌細胞は肺にまで転移し、末期の肺癌の診断を受け、医者の父には、 息子さんの余命は2から3ヶ月と伝えられる。抗がん剤による化学療法の走行によって治癒し、副作用の脱毛が全く起こらず、主治医が驚いていたというエピソードがある。復帰作は珍しくエリート刑事役を演じた、県警隊組織暴力。この病気の後、梅宮は夜遊びを止め、酒を減らし、家族との時間を大事にし、早起きして、 料理に励むようになった。1975年、倉本里氏に壊れて、全略、おふくろ様に出演。渋い板前役を演じ、役柄を広げることに成功。料理に目覚めたきっかけはこのドラマ出演から。1977年、大英テレビ制作の刑事ドラマ、新、夜明けの刑事にいて、温厚な人柄の刑事課長役を演じたことで、新境地を開いた。 以後、明日の刑事、スクール・ウォーズにも出演するなど、大英ドラマの常連俳優としても活躍する一方、はぐれ刑事純情派や、特命係長、ただのひとしなどのテレビドラマに出演し、名脇役ぶりを発揮する。これ以降は20代前半からの美食三昧で肥やした、舌を活かし、料理人としても徐々に活路を見出していく。実業家。 料理家としての才能にも長けており、梅宮達夫漬物本舗、梅達亭といったブランドのフランチャイズチェーンや、名古屋で梅宮達夫の炭焼きや延々などの事業も展開している。晩年も病気がちで、2018年9月に前立腺癌、2019年1月に尿管癌の手術を受けるなど、これまで6度の癌の手術を受けた。 その後も、慢性腎不全で週に数回、人工透析を受けてきたが、2019年12月12日午前7時40分に、慢性腎不全のため、神奈川県内の病院で死去。81歳だった。海名は、海釣りが好きだったことにちなみ、上海院、風誉れ新証拠児となった。ありがとうございます。